こんにちは。笹山のごちそうが丼いっぱい味わえる笹山まるごと丼、ご存知ですか？笹山まるごと丼は市内16カ所各店舗でこだわりの丼を味わっていただけます。今日はお家でできる簡単笹山まるごと丼。お茶摘み最盛期を迎えた安島の茶畑から丹波笹山茶を使った夏にぴったりな丼、笹山特産丹波笹山で牛茶漬け丼を紹介します。美味しい丹波笹山茶で乾杯しましょう。はい、はい、乾杯。乾杯。美味しいですね。美味しいですね。はい、それでは岩本さん、材料の紹介をお願いします。はい、今回メインの丹波笹山牛です。炭、はい、山ごぼうですね。はい、ニジンを育てる炭山ごぼう。そうです、はい、食物繊維が豊富なので、はい、女性の方には特にお肌にはいいですよ、はい、おすすめです。はい、それとトッピングでは普通使う、はい、今が旬の実山椒、はい、山椒ですね。はい、はい、それとこちらが、はい、山の芋。はい、これも笹山特産の山です。今回はチップスにしました。それと、はい、今回の名脇役、丹波笹山茶。あ、ここのお茶ですね。そうです、ここで採れた一番茶なので、はいはい、いい香りがします。はい、はい、それと言わずと知れた笹山のコシヒカリ。はい、笹山の米美味しいんですよ。美味しいです、はい、粘り気もあるしね、はいはい、甘みもあるし、楽しみにしてください。はい、それでは調理よろしくお願いします。はい、それではまず、はい、牛肉から炒めていきます。はい、である程度火が通れば次、はい、お炭山ごぼうですね、はい、これを炒めます。はい、はい、それでは、はい、大方も炒まってきました。はい、いい音が鳴ってきましたね。はい、はい、これで味付けしていきます。はい、まずお酒。はい、あ、笹山のお酒ですね。そうです、地酒です。はい、アルコール分もだいぶ飛んできましたので、はい、で砂糖と醤油で味付けします。はい、砂糖を入れます。はい、はい、結構砂糖は入れて甘めな感じで、ちょっと甘めの方が、はいはい、ご飯に合いますので。はい、で醤油ですね。はい、こちらも笹山の醤油を。はい、の醤油です。はい、笹山何でも作ってますね。何でも作ってます、はいはい、これを大体お好みですが、少し多めに、はいはい、入りました。でこの上に、はい、山椒ですね。はい、大人の方は特にさっぱりしてますので、はい、そして山の芋のチップですね。はい、笹山の魅力がたっぷり詰まった丼が、はいはい、できてきました。いよいよ名脇役が、はい、それでは笹山特製牛茶漬け丼をいただきたいと思います。どうぞ。はい、もうすでにね、香りが、そうですね、いい香りしますね。はい、いい香りで山椒の香りが効いています。それではいただきます。いただきます。うん、どうですか。うん、牛肉がとっても柔らかいですし、はい、あとごぼうが普通の風味があって、そして何より山椒ですね。そうですね、今回はアクセント山椒がとてもいい香りがしてるので、うんうん、とても暑い夏にこの暑い食べ物どうかなと思ってたんですけども、はい、あのお茶もすごくさっぱりしてて、そして山椒がさっぱりしてて、あのスタミナがつきそうです。う、うん、食欲のない夏にすごいおすすめなので、はい、ぜひご家庭の皆さん、はい、作ってみてください。もう岩本さん、ナイスダーン。じゃあどうぞ食べてください。いただきます。笹山牛に炭山ごぼうとか、あと山の芋のチップスとか使っています。でお茶はなんとここの安島で採れたお茶を、はい、一番茶です。いかがでしょうか。どうですか、美味しい。お肉も柔らかいです。柔らかいですか。はい、これどうぞ皆さん食べてください。はい、あ、どうですか。
美味しい。お肉好きですか？おー、笹山のお肉使ってね、めっちゃ美味しい。あ、嬉しいな。美味しい。どこが美味しいですか？肉がジューシー、嬉しいですね。丹波笹山町で丸かたたん、安島奥の丹波茶祭りより三輪久美香と岩本和也がお送りしました。食べてね、寄ります寄ります、どん